我が信念を炎となす。真田幸村参る。敵本陣への道は妖術で阻まれています。術者はおそらく清盛の腹心孫悟空。まずは他の者を打ち果たさねば。日に日に力を増してる。殴った程度じゃその術は解けねえよ。消えた。まさか俺も妖術。戻れクグツよ。腹を補って死んぜよ。見事に騙されてくれたぜ。あおっさん、時間は稼いでやったぜ。時は満ちた。さらなる悪夢を見せてくれよ。叩く間に味方が敵に回るとは。このままでは本陣が。こいつは面白い。おっさんには及ばねえが俺もやってやろう。よっ！
めたし、退散するか。阻ませてもらおうか。七竜王に七竜王を打ち、蛇を破る。覚悟しやがれ清盛。義経様への手土産にしてやる。枯らすことなどできぬはず。我が槍にて呼び覚ます。七竜王儀、七竜王儀、ここで口当てろ。殿の鬼神を取り戻す。よく来たな。ここから反撃するぞ。やるな、大したもんだぜ。七竜王儀、七竜王儀、七竜王儀、七竜王儀。七竜王儀、
雪村、お前が助けてくれたのか。感謝するぞ。いいえ、礼には及びません。金継殿の威信が妖術に打ち勝ったので。花田流奥義、ここで口当てろ。花田流奥義、敵将討ち取ったり。せいぜいあがくがいい。その戦ぶり手本といたします。倒し続けなくちゃならない。義経様に認められるためにな。だからサジと一緒にいるのよ。あいつの行く先は妖魔だらけだ。ここで口当てろ。七竜奥義、邪悪な気配を追いこの地にたどり着いた。
あの清盛という者がその源か。行者の出現は再び世界を変容させた。世界の客人の訪れもその一つといえる。コンオロチアラミタマソワカ、コンオロチアラミタマソワカ。よし、この無敵の体に挑もうてか。心を縛る飛行を操る妖術、体の槍が立つ。異武将ながらお受けいたそう。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取ったり。やったぞ、我らの勝利だ。真田の戦、ここに極まれり。